中野正康は、日本の政治家、総務官僚、愛知県一宮市長、愛知県一宮市出身、一宮市立旭東小学校、一宮市立美細第二中学校、愛知県立畜佐高等学校卒業。少年時代はサッカーに明け暮れ、高校時代は、サッカー部で、週に6日の朝練に励み、チームの役に立ちたいと頑張ったと語る。 東京大学法学部卒業。1990年、郵政省へ入省。郵政省時代には、放送行政局にて、メディア関連の業務に携わる。その後南カリフォルニア大学への留学を経て1996年から1年間、新潟県村上市の村上郵便局局長を務める。2005年から2008年まで外務省への省庁派遣を受け、 欧州連合日本政府代表部初機関としてブリュッセルに駐在。日本基調後は2008年に総務省情報通信国際戦略局多国間経済室室長。2009年に総務省情報流通行政局情報セキュリティ対策室室長に就任。2011年7月白報道に出向。2012年総務省を退官。 同年12月の第46回衆議院議員総選挙に愛知県第9区から日本維新の開港人で立候補するも自由民主党の長坂厚生に敗れて落選した。2014年6月25日、市宮市長の谷和夫は午選不出馬を表明。同年10月上旬、中野は谷の後継指名を受けて任期満了に伴う市長選へ立候補する意向を。 表明市議会議長を務めた、神戸秀夫の息子で、市議2期目の神戸健太郎もその頃、市長への転身を模索していた。保守系政治家の支持が中野に集まっていくのを見た、神戸は10月下旬に出馬を一旦断念。12月21日頃、神戸は衆院選で6選を果たしたばかりの江崎哲美学に4期。 勤めた市長が自ら後継を立てるのはやはり納得がいかないと相談。中野の指示を決めていた江崎から出るなら後押しすると言われ、12月27日に出馬表明した。谷は人気満了より4日早い2015年1月19日付で辞職。同年2月1日に行われた市宮市長選挙で、神戸、連合愛知の推薦を受けた元市議の細谷正規。 一宮タイムス社長の高橋はじめら4候補を破り、初当選を果たした。同年2月3日に当選証書交付を得て、正式に第9代一宮市長に就任した。後に神戸は愛知県議会議員選挙に当選、高橋は一宮市議会議員選挙に当選している。当日有権者数30万5225人、最終投票率。 42.50%2019 年1月13日執行の市宮市長選挙で日本共産党推薦の新人を破り2期目の当選を果たした。投票率は27.35%で過去最低を記録した。ありがとうございます。